はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はアルトリアキャスターの水着について生放送であった質問、いろいろとお答えしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速水着キャストリアの性能を見ていきましょう。この子なんですが、第一スキル、自身のクリティカル威力を3ターンアップし、スター集中度3ターンアップ、 NP を 50% 増やす。第2スキル、味方単体の NP を 20% 増やし、宝具のチャージ段階を2段階引き上げる状態を1回の3ターン付与、味方全体の NP 獲得量を3ターンアップ。第3スキル、自身のアーツ性能をアップし、毎ターンスター獲得状態付与3ターン、無敵状態1ターン付与というスキル構成になっております。で、宝具に関しては敵全体、間違えました、味方全体に対粛清防御状態、無敵貫通を無視して攻撃によるダメージをゼロにする状態を1回の1ターン付与、自身に混沌特攻状態、神聖特攻状態1ターン付与、オーバーチャージで効果量アップ、 敵単体に超強力な人類の脅威特攻攻撃、クリティカル発生率を3ターンダウンするという宝具構成になっております。はい、そして、まずアルトリアキャスター1つ目の質問です。アルトリアキャスター強いんですかっていうお話です。はい、まあめちゃくちゃシンプルな、質問なんですが、個人的にアルトリアキャスターに関しては強いなって思います。はい、もう普通にね、スキル構成がまとまっていて、かつ NP70% チャージ持ってるんで、まあ弱いわけがないって感じです。まあ第一スキルでクリティカル威力アップ 50%、 NP50% で、第三スキルでアーツ性能 50% アップ、第二スキルで味方単体 NP20% チャージ、 NP 獲得量に、20% アップするということで、アーツのクリティカルかつ、星出し、アーツ性能 NP70% チャージ、 NP 獲得量アップ、あとクリティカル軸で使えるスター集中度アップも入っております。これが弱いかって言われると、いや強いだろうっていう話になるので、俺個人としてはアルトリアキャスター普通に強いと思います。はい、宝具重なったりとかするとさらに良くなるのかなっていう感じです。まあただ一つちょっとネックな点的なことを言うと、混沌特攻、神聖特攻、ここはめちゃくちゃ強いです。はい、ただ人類の脅威特攻です。これがうーんってなる場面が少しあります。で、これなぜかっていうとめちゃくちゃ単純です。人類の脅威って誰ですか？フォーリナーです。この子バーサーカーです。あ、クラス相性きついわっていう感じになるので、そこはちょっとネックな点になるかなと思います。ただだいたい人類の脅威特攻を持ってるキャラクターってなんか神聖特攻とかも入っていたりするので、まあ実質2段階特攻で宝具の火力は思ったより出るじゃんみたいな感じにはなります。はい、ただまあね、こっちがフォーリナー持ってって相手がバーサーカーだったらワンパンされるんだけど、こっちがバーサーカー持って相手がフォーリナーだった場合、なんか相手のフォーリナー強すぎてバーンってワンパンされたりとかもするので、人類の脅威特攻に関してはまあそこまで刺さる場面がないのでちょっと微妙かなと個人的に思います。あとは水着キャストリアとキャストリアですね、キャスターの、アルトリアキャスターです。あそこを合わせた際に対粛清防御を打つタイミングっていうのがめちゃくちゃ重要になります。これ味方全体に対粛清防御を1回貼ってくれるんですが、この後アルトリアキャスターの宝具打ってしまうと対粛清防御貼られません。はい、アルトリアキャスターで対粛清防御1回、それ以降対粛清防御を重ねようとしてももう一度発動している判定になるので、重複して二重重ねっていうことはすることができないっていうのは覚えておいた方がいいかなと思います。まあダブルキャストリアですね、アルトリアキャスターをアタッカーに、キャストリアをサポーターで置いた場合、先にキャストリアの水着じゃないキャスターのキャストリアの宝具を打たないといけないっていうのがあったりするんで、そこだけ注意が必要かなと思います。なんか言っててゲシャルド崩壊してきた。そして次の質問なんですが、ブダの3世バーサーカーとどっちが強いのというお話です。はい、これに関してなんですが、通常火力だけで言うとブラドの方が強いです。はい、混沌、神聖、人類の脅威特攻が乗っていない場合ですねに関してはブラドさんの方が
火力出してくれます。はい。で、宝具火力だけで言うとブラドさん宝具強化されているのでアルトリアキャスターと比べると宝具の火力は出てくれます。はい。ただ宝具の回転率的なお話をした際にアルトリアキャスターも負けてないっていう感じです。まあブラドに関しては NP チャージが1つしか持っていないんですが、アルトリアキャスターは NP70% チャージを持っているということで、宝具の回転率だけで言うとアルトリアキャスターの方が正直めちゃくちゃ高いです。でかつアーツのクリティカルを生かしていこうって思うんだったらブラドよりもアルトリアキャスターの方が火力出てくれます。でそこから神聖特攻混沌特攻を生かしていこうって思ったらブラドよりもアルトリアキャスターの方が火力が出てくれる、 OC を上げればさらに火力が出てくれるということで、ブラドが勝っている点で言うと宝杖ということで宝具が重ねやすい、通常の宝具火力だけで言うとブラドの方が強いです。ただそれ以外の宝具回転率、クリティカル軸、特攻が乗った際に関してはアルトリアキャスターの方が強いという感じになるので、まあこれに関してはまあブラドがどれぐらい宝具レベル上がっているかはわからないんですが、まあそこと対比して考えるっていうのでいいんじゃないかなと思います。でまあ一応ねブラドさんがなぜか知らないけどすり抜けで宝具5になってます。アルトリアキャスターバーサーカー宝具レベル1です、どっちが強いって言われたらいやそりゃブラドの方が強いよっていう話になるので、まあ基本宝具レベルの差っていうのがまあ3以上空いていない、だから1と3とかそういう感じですねになっていない限り、まあアルトリアキャスターの方がまあ利便性が高いって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりアルトリアキャスター宝具レベル1とブラドの宝具レベル3どっちの方が強いって言われたらやっぱブラドの方が火力出しやすいよねっていう話になるので、まあここは自分の手持ちのアーツバーサーカーのアタッカーの宝具レベルと比較して考えていくというのでいいんじゃないかなと思います。そして次の質問なんですが、宝具レベルどれぐらいまで上げるべきですかというお話です。これに関してはやっぱりこの子アタッカーです。宝具高ければ高いほどいいです。1より2、2より3、3より5みたいな感じで宝具が5になればなるほどアルトリアキャスターに関してはぶっ壊れる率っていうのが高くなっていくんで、まあ欲を言うならば宝具レベル3ぐらい目指しておくと、まあアーツ単体アタッカーはアルトリアキャスターのバーサーカーだけでいいよねっていう話になるかなと個人的に思います。はい。でかつまあこの子に関してはやっぱり混沌と神聖特攻がシンプルに強いということで、まあ宝具重ねられるならば重ねておくっていうのがいいかなと思います。でそれとつなぎでお話ししていくんですが、90プラプラでアルトリアキャスター使えるのっていうお話です。これに関しては正直わかんないです。でなんでかっていうと、ここ最近90プラプラバーサーカー対策でフォーリナーとかエクストラクラスとかがいろいろ追加されてってます。単体のバーサーカーが活躍する場面っていうのが結構減っちゃってるんですよね。まあ金時とかが使えてたと思うんですが、金時が使える環境っていうのがだんだんと少なくなってきました。はい。まあまあ普通に使えるんだけどちょっとずつ減ってきてますってなった際にアルトリアキャスター、まあ確かに NP70% チャージを持っている単体アーツバーサーカーということで強いです。強いんですが、めっちゃ90プラプラで使えるかって言われるとそこまでかなって思います。でかつ90プラプラでの運用しようと思った際に多分特攻レースをつけれないんですよ。はい。これに関してはめちゃくちゃ単純な理由で、特攻レースは多分全体宝具につけてぶん殴っていくから、ただただそれだけです。90プラプラ111とか出たら例外なんですが、基本213とか312とかラストウェーブが最後多数っていうのが多かったりするんだよねってなった際に、アルトリアキャスターが90プラプラで生きるかって言われると、まあそこまで生きにくいんだろうなーって正直に思います。で運用方法的なことを言うならばドラコですね。で前回のボックスイベントでギルガメッシュキャスターとドラコを使った編成っていうのがあったんですが、そういう感じで運用する宝具4連発で使われる場面っていうのは増えていくのかなと思います。はい。ただこれはあくまで、まあ、キャスギルとか全体アタッカーの宝具火力が足りないので
アルトリアキャスターとか単体アーツで補ってあげるっていう周回編成となるんで、効率自体は少し悪くなります。はい。ただ今現環境90プラプラが増えない限り、基本こんな感じでしか90プラプラは運用できないよね、単体宝具だから仕方がないよねっていう話になっているので、まあ90プラプラで使える場面っていうのはあまりないって思ってもらえればいいんじゃないかなと思うんですが、はい、もう普通に使える場面っていうのもいっぱい出てくる可能性もあったりするんで、あくまで過去の90プラプラを参考にした際に、現環境の90プラプラはちょっと使いにくい場面が多くなるかもしれないって思ってもらえればいいかなと思います。あと宝具レベルですね、90プラプラで運用しようと思ったら宝具レベル3ぐらいは欲しいというお話になるので、3以上目指してガチャっていくっていうのが重要になってくるかなと思います。くらいかな。アルトリアキャスターのバーサーカー水着キャストリアについてのお話はこんな感じになるかなと思います。でまあ実際やっぱり水着キャストリア普通に強いです。はい、入手しているだけでアーツの単体アタッカーバーサーカーキャストリアだけでいいやっていうお話になるので、もし単体アーツ欲しいな持ってないよっていう方に関しては狙いに行ってもいいかなって感じです。ただまあこの後メルジーヌのガチャが来るので、まあそこのガチャ確認してから引きに行くでも遅くないです。はい、まあ全ての水着サーバントの性能を確認してやっていくっていうのが良かったりするので、まあとりあえずキャストリアバーサーカーに関しては水準値より高い性能になっているんで、もし引きたい方は引きに行くみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。